トイレ NG になったんで。トイレ NG になったんで。はい、やってまいりました。この時間、シャラップアンズスケイトエピソード55。55回目。ゲストをお呼びしてテーマを設けて、ダラ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 、そうか本当かわからないような話を繰り広げる。嘘ばっかり。嘘しか話していないこの番組、シャラップアンズスケイトなんですけども、今回のゲスト、おかわりお願いします。前回54に出てくれた弟子リターン、イエーイ。よろしくお願いします。妹で研究中なんで、弟子が研究材料に使われてるっていう話と、まあ毎回ビッグゲストに断られまくるっていうこの番組なので、はい、暇人になっております。はいはい、でね、暇人をかき集めるとなると、この人が毎回出てくれます。最近地味に忙しいらしい VHS インターン系。よし、そう、なんか最近ようやくもう仕事がちょっとずつ入りましたよ。危ないよ、ほんと危うくだんだん忙しくなってきたらしいです。 VHS もね、もう十数年やってきて、はい、インターンからちょっと社員に上がれるんじゃないかっていう瀬戸際の経営さんです。お願いします。あと今日はね、もう一人、たまたま横にいた弟子とはなんかゆかりがあるというね、弟子が東京から新潟に行ったなら、新潟から東京に来た男、メガネスケーターを裏切って、今はコンタクト、コンタクトです。押しと田村、やっ、お願いします。何やってんの、押しと。たまたまいたんです。たまたま、たまたま今日僕ちゃんと会うのは初対面な感じなんですけど、そうですね、はい、一緒の空間にはいたことがあるかもしれないけど、こうやって喋るのは初対面な感じ。そうなんですね、はい、はいはいはい、ちょっとね、スケーターらしいワッツアップしながらやっていきたいと思います。お願いします。はい、はい、ポジトよろしくお願いします。お願いします。なんかあれでしょ、昔弟子とポジトは一緒に働いてた。もうさっき前回のあれで苗場で僕が働いてたって言ったんですけど、その時のショップにたまたま行ったのがホシトです。一緒に働いていたと。そうです。で、なんかスケート、でも会社の人からスケーターの子もいるよなんて言われて、でホシトとまあ対面した時に、なんかまあその時はまあ弟子さんですよね、知ってますみたいな感じで言ってくれて、なんかそんな子とね働くっていうのが初めてだったんで、ちょっとなんか変な気持ちになったんですね。恋心、変な、うん、わかんないですけど、嬉しいけど大丈夫だ。そうだったんですね。あまあでもわかるよ、バイト先とか俺も若い頃とか基本スケーターってバレないようにしてたから、なんか隠れてしたの、はいはいはい、なんかこうやったけど、なんかあるタイミングでバレたりするとすっげえめんどくさくなるんだよね。いや、めっちゃわかるっすね。なんかスケーターの人、今はわかんないですけど、仕事場とかで多分自分を隠すじゃないですか、多分関係ないところだったら。そこでスケーターの自分を出さないと いけないのかなって思うと、ちょっとドキッとしました。どんだけ猫かぶって皮かぶってんのに。どういうキャラなんですか。そうですね、なんかそんな気持ちにはなった記憶があるですね。そんなね、変態な弟子を晒すわけにはいかず、皮かぶって猫かぶって暮らしてるわけだもんね。はい、猫、はい、かぶってます、はい。まあでもね、そういうポストが今日はいて、ケイさんいて、弟子アゲインおかわりということなんですけども、もう弟子がスケート業界のことをまだまだ聞きたいし、写真のことについて俺に語らせろっていうことらしい。いや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 、それはちょっと、エグスさんから今日ちょっと LINE 来て、ちょっと、ちゃちゃっと。
ポロポロってポロポロって本当にそれ返しただけなんで、コラム書くときの音じゃないですか。まあちょっとスケート業界の近況ということなんですけども、弟子がどこまでつけるかということなんですけども、はい、今半端ないですよ。あの外人の来日ラッシュが。あ、そうなんですか。はい、もうものすごいっすよね、ケイさんね。うん、なんか昨日田町に行ったのね。ほう。軽く1時間夕方俺行くのよ、ジム行くみたいな感じ。はいはいはい、すげえ、かっこいいっすね。そう、ジム行く感じで行って入ろうとしたら、あの狭い空間に50人ぐらいいて、半分以上外国人だったかな、欧米人、なんつうの、素人じゃなくて超絶みんな、なんか戦闘能力高くてスカウター壊れるけど、でヤードセールっていう結構こじゃれたチームがいて、はい、あと多分エレメントの連中もいたかな。あ、そうだ、エレメントも来てるんだ。うん、でなんかその取り巻きと、なんかそうだね、喜び組と、とりあえずあ、もうどんどん行きましょう、エグスさん。これ無理だって、そのままもう、だからもうそのまま通り過ぎたね、田町を。ジム嫌だ。ジム行けなくて、でストレスが溜まってて、で今日さっきアゲインしてきて、リベンジしてきたのよ、ジム田町。はいはいはい。でホストを、まあ、たまたま今日は暇っていうから、トゥギャザーしてきたのよ、確認作業。じゃあ本当にホストはたまたまなんですか、今日。たまたまっていうか、スケートまでは一緒だったけど、その後ここに拉致されてきたって感じ。ああ。ステージャーまで拉致されて。本当ですか。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもあれですよ、どうぞ。あ、なんで、その、日本にみんなが来てるんですか。あ、とりあえずあれだね、円安だからでしょ。ああ、なるほど。だってさ、外タレからしたアメリカとか、まあ、からしたらさ、100万持ってくるとするじゃん。100万、はいはいはい、なんだ、1万ドル、1万ドル持ってくるとするじゃん。そしたらさ、日本に換金するとさ、多分150万とか160万ぐらいになるってこと。そういう感覚ですよね。だからチャンス、1万円持ってきたら1万5、6000になるみたいな雰囲気の換金率だから、今来ない手はないという。しかも日本って1000円以下で飯食える、まあ、大戸屋とか、まあ、わかんないけど、まあ、割と定食とか1000円以下ぐらいで食えるじゃん。彼らにとったら多分もう4ドルとか5ドルぐらいで飯が食えるみたいな感じで、多分最近僕もアメリカ行ってないからわかんないけど、海外はもう飯食ったらもう15ドルとか20ドルとか当たり前みたいな。すごいみたいですよね。いや、物価がありえないよ。だから今その日本がさ、まあ、昔なんかに、まあ、あれだ、タイとかにさ安く行って調子こいてた日本人がその逆バージョンになっちゃったってことだよね。日本がそこになってるってことですよね。だからあんまり嬉しくねえっていうか、まあ、考え方によっては、うんうん、日本の、ね、国力というか経済力がどんどん弱まってるから、うん、まあ複雑だけど、まあ、スケーターが来るのはウェルカムだけど。え、それはブランドのその企業のツアーとかじゃなくて、個人のインバウンドも多いってことですか。これもいる。ラカイの若手でグレッグってやつがいんのね。はいはいはい。そいつが単品で来てて、4000円で来たっつってたもん。40ドルだから7000ぐらい。オーマイガー。どういうロジックか知らないけど、泳いできたんだよって思ったけど。本当っすか。
いや、そう。安いんだって。とにかく安くて、で、楽しいし。そう。で、ビールとかお酒外で飲めるじゃん。ついでに言うとさ、まあ、ギャルもゲットしやすいじゃん。ついでに言うと。おー、来た。客人からするとさ。そしたら、その、今まで日本に行きたいとか気になってた外人の人たちは、めちゃくちゃ来やすいってことですよね。すごい。しかもそう思ってた人がコロナで来れなくてめちゃめちゃ渋滞してたのが、はい、もう今一気に蛇口の線ひねったみたいにブオっていっぱい来てて、でさっき言ったその個人で来てる人もまあいれば、そのチーム企業としてちゃんと来てる、はい、明日もこれ収録日なんだ10月20日今日なんだけど21日、まあ明日ハフの、まあ、デモみたいのがあったりとか。だって今クリーチャーも来てて、エレメント行ってハフ来てて GX もいて、でそのコロナで来てるやつもいて、でこれからバーンズも来るし、ヤードセールもいて、ヤードセールもいて、ヤードセール今日試写会してるからね、うん、で多分俺らが知らないだけで多分少ない人数でさミッションしてるやつらもいるだろうし、まあ、とにかく東京カオスってんでね、まあ、それはほぼ東京なんですか、まあ、東京、大阪、まあうん、まあ撮影で結構東京厳しいから、まあ、名古屋行ったりとか北海道行ったりとか、まあ、GX とかやってたね、函館行ってたもんね、うん、クリーチャーも北海道からツアースタートしたの、うん、ミカサ楽しみっすね。だからまあちょっと珍しく、なんかうちはさ、VHS は基本孫受けの、仕事が多いからさ孫受けね、もう子会社をさらにしたっていう補足事項、超絶なんかそうそうそう、一番さややこい時出てくみたいな仕事をさせられてありがたい、感謝ですよ本当言葉選んでる言葉選んでるあもうどんどんエグさん行きましょうありがたいです本当、はい、行きましょう、はい、リバン君も忙しくなるんじゃないですか、そしたらイベントとか MC するとかあったりとか、ハーフのイベントとかで、でまあイベント自体もまあね、コロナ明けたからすごいみんなもうぐわーってなってて、イベントだらけだし、なんか昔よりもそういう規模とかも多くなってるし、まあ、多分これが放送されたちょっと後には DC のてっぺんっていうイベントもあったりとかして、浅草の商店街でやるようなイベントなんだけど、まあ、2年目、それ去年もあれは別のとこでやって、今年はまあ浅草の商店街でやりましょうみたいなイベントがあって、海外のチームが来るだけで大騒ぎしてましたけども、それが当たり前なんですね。じゃあ当たり前っていうか、逆にその追っかけきれないぐらいそっか確かにね、スケーターたちが来るっていうことなんですけど、ポストはどっかに絡まない、絡むっていうか一緒に動いたりとかってことですか。因縁つけるはない、因縁つける何でもいいんだけど、そうなの、来んなっつってそこは何もないの、それは。いやいや、俺はそういう動きは全然、まあ、フラットこう、まあ、明日のハフのイベントはたまたまこう縁があって出れることになって、お邪魔しようかなと思うんですけど、今日はそこで、はい、なんかやっちゃうの。そうですね、ちょっと何やっちゃおうかなみたいな。いや、神風でしょ。そうですね、神風ちっちゃいやつ、トツンの特攻隊ですよ、ほんと。バラ切りだ、腹切り、バーチカルが必要ですね。バーチカルが必要。海外の人たちがめちゃくちゃ来るっていうことは、多分めちゃくちゃチャンスなんじゃないですか。だから星とはどうかなと思って。いやいや、自分は全然楽しくスケボーしてるだけなんです。本当ですか。はい、いや、偉くて多分インパクト勝負だから、やっぱそのスキルとかさ、もう外人超絶だからさそうですよね、
こそ やんないとねみたいな、インパクト勝負だから、まあ、やつはやってくれるよ明日まあどんな仕込みしてるかはまあまあ後でって感じだね。そっか、仕込みしてんだ。多分後々映像とかでも見れるんじゃない神風やつさわっていう絶対 VHS コンテンツとして乗ると思うから。やばいです。弟子は毎日1日2回 VHS チェックしてるってことで、うん、目にすることだと本職の楽しみしてますんでそっちの機構まあちょっと今日のテーマね、弟子が雑誌とか写真とかについてなんか話したいっていうこともあったんだけど、雑誌今本当ボードキルぐらいしか、はい、ボードキルは僕はしばらく最新のは見れてないです。この間でいつものもうアーティースーパースターあのインタビューザマ正吾、ああザマちゃん、そうなんですか。そうなんですよ。それは 見れてないっていうか、そういうスケートショップとかに僕が行けば見れるんですけど、まあ、でもなかなか今そういうねスケート雑誌みたいなのはなかったりするから。そうですね、僕は例えば日本で限るとやっぱりだからさっき言ったその石子くんがもうマルレールでフロントスミスをしてる写真とかがあるんですよ。アフロっぽい髪型で、それ定規とカッターで切り抜いて僕あの中学校のあの学生手帳に貼ってたっすね。それ石子くんの写真を、石子くんのスミス多分、はい、本人も覚えてないんじゃないかな、その写真自体それすごいちっちゃい切り抜きの写真なんですけど、白黒とかの白黒かカラーか、もう淳之介くんとか多分まあその当時の僕の5、6個上ぐらいの先輩たちがすごい出てた時代なんですよ、ファインに。その時の切り抜きをね、僕ノートとか手帳に貼ってたっすね、めちゃくちゃ。探せば出ると思うっすね、それ。今思い出したっすか。ノート好きだね。弟子ノートでしょ。あ、それ、多分あると思うっすね、実家帰れば。ちょっと後から来たっすね。弟子ノート後から来たっす。後から来たっす。でもさ、いやでもそれぐらいレアだったじゃん、スケート写真っていうかさ、特に日本の。海外はさ、95年とかだとさ、もういっぱいあったじゃん。なんか、やれ、スラッシュ、やれ、スラッシュトランスワールドだ、なんだってさ、なんか、はい、だから95年ぐらいは本当ファインのさ、そのモノクロしかなくてさ、で、96にワープが創刊されたのよ。で、そっからスケートの記事が多くなって、あ、ま、はいはい、ワープか、そっか、うん、そこからなんかあのいろいろなんかさ、まあいろんなファッション誌とかさ、あとでなんかスケートコーナー充実してるようなさ、横乗り系とかさ、いろんな出版社がさ、ワープの、まあ、パクリじゃないけど模倣みたいのをしてさ、こう、はい、いろんなさカルチャーをぶっこんださ、なんかてんこ盛りの お疲れ X 覚えてる？あ、オルダレックス？そうとかそういうの出てきたじゃん。模倣池袋特集してくれましたもんね。そうだね、あの池袋のさあの編集の可愛い女の子さがメイクしたの知ってる？あの一応知ってますねえ、あれ結構可愛くてみんな攻めてたよね。あれ確かあのみんな巨乳カメラマンって言ってましたよね。ちゃ編集の子、あ、それじゃなくてカメラマンは別でいたんだ。別でそんなにいたんすか。あ、それは知らないですわ。でもあの頃さ、そのスケートコミュニティにさ、まあそういう接点のあるさ女の人があまりにも業務少なかったから、もうみんなあのあれだよね、あの警察にいる府警みたいな感じでさすごい倍率でもてあされてたもんね。まあどうでもいいや、はい。あ、ファインとかファインとかの切り抜きを学生手帳とかノートに貼ってたって話だよね。めちゃくちゃ貼ってたっすね。今思い出したっすわ。まあそれだけでもさ、引き付けられるさ、なんかその魅力があったってことだよね。そうですね、その
だから中学生の時にスケートボード始めて雑誌に出るっていうのがすごい自分の中でそのスイッチが入るとか出るっていうか出たいっていう気持ちですね。それは多分相当モチベーションになってたかもしれないですね。じゃあその中学生のファイン切り抜いていた頃からも雑誌に出るのが一個の目標みたいな。あ、そうですね。あ、今また思い出したんですけど、オーリー、当時の96か97ぐらいのオーリーマガジンの白黒ページに、はい、なんか投稿写真を載せられる、採用されたら載せれるっていうページがあったんですけど、そこでね、秋葉の花壇で、フロントノーズスライドをやってる自分を、まあ、当時はその映るんですみたいなので撮ってもらって、それを送って、採用されてたっすか。やってたんだよ、そういうの。それ中2の時ですわ。で、それね、当時好きだった先輩の女の子にわざわざ夜中見せに行くっすね、そういえば。探せばあんのかな、それ。だから初めて雑誌に出たのそれですわ、中2の時です。でも自分であれだよね、やばいね、ぶっこんだってことだよね、勝手に。ぶっこんだっすね、それね、取り上げられてたんですよ。まあ、でもなんか本当3センチ5センチぐらいの切り抜きの写真なんですけど、なんか秋葉原で滑る大本君みたいな感じで乗っかったっすね。コメントがあって、え、それ雑誌見せに行った好きな先輩はどういう感じだったの？一応付き合えることまで言って攻めたね。あ、でもそこ別れたっすね。でもいいジャブにはなったっすね。ああ、それがね、はい、ジャブに入ったんだ。でもそのメディア効果があったってことじゃない？ねえ、なんか夜中、あ、それこそペイジャーじゃないですけど、ポケベル時代で呼び出した時代ですね、多分。情熱の伝わりぐらいっていうか。いや、別も。そこはあんま関係ないか、わかんないですけど。いや、かなり違うけど、あの、昔はさ、まあ別に昔話っていうか、別に昔、今のが全然いいんだよ。今のが全然いいんだけど。今のが全然いいと思うんすね、はい。今さ、やっぱさ、そのスポットとの巡り合わせとかもさ、人との巡り合わせとかもさ、結構引力みたいなもんだよね。引き合わされてさ、そこにさ、たどり着いて、その偶然の産物っていうかさ、どんどん生まれてったじゃん。だから、スケートショップとかさ、スケートパーク、スケートパークっていうかスケートスポットだよね。みんなでチルできるとこにさ、もうとりあえず連絡誰もつけないで行ってさ、そこにいた人と偶然だ、今日撮影行こうよとかさ、うん、まあなんか撮り行こうよみたいなさ、その流れがね、あったね。今みたいにピンポイントでなかなかね、ここにいるからとかさ、LINE なんかね、できないもんね。位置情報とかないからさ。Google のピン送ってとかね。僕も一応秋葉原で育った人間なんですけど、もう秋葉原に行くと誰がいるんだろうっていうのがもうワクワクすぎてたまんなかったですね。秋葉のさ、あれだね、いわゆるさ、あのニュータイプゾーンじゃないさ、あのから向かって逆の右端ぐらいの隅にいたチームでしょ。どっちだ？僕が秋葉に行った時は、まあ電車から降りて一番の入り口あるじゃないですか。そこの2段ぐらいの階段を降りて右のすぐ大きいなんか丸いめっくちゃでかい階段があるところですね。あ、クソ高いやつね。純之助さんがフロントテール。あ、純之助くんがフロントノーズかやってたところですね。もっとでかいやつだね。ああ一番高いやつだ。あそこは、僕の先輩で言うと、亀戸の先輩がいるんですよ。で、バレリー君とかもそこにいるんです。バレリー君と、あとは浅草、僕、もともと浅草の朝日ビルで、中学校の時、滑ってたんで、そこの人、要は、浅草、亀戸、錦糸町とか、あの辺のスケーターが溜まるとこでしたね、そこは。
あれ、久志とかもその辺にいなかった？いや、久志くんはね、もっと奥ですわ。あそこの右側の中でも、そっか、もうちょい奥のミドル。うちらはもう入り口のすぐ右。あー、あそこだ。ね、多分一番目立たないところですね。その時のプロの人、ひろき哲也くんっていう人がそこにいましたね。え、誰？ひろき。エグさん。さんでしょ。わかるっすかね。ひろきさんでしょ。ひろきさんは亀戸のスケーターとか仲良くて、ひろきさんもそこにいました。はい。ひろきさん。あ、ひろきだよね。俺、ビジョンのライダーでしたね。前に堀米の父ちゃんがそれ言ってた。うん、なんか、ゆうとのお父さんのホーミーの人でしょ。多分16歳ぐらいかな。もう、多分すごい年上の人って感じてましたね。だから、その時だってまだゆうと生まれてないもんね。だって、その当時、秋葉で、タテコンをノーリーで、その人飛んでましたね。つわものだね、それは。はい。確かね、もうほんと日置哲也さんって方ですね、多分。間違いないと思う。そう、その人だよ。うんうん。その辺の位置に座ってました、僕は。スポットでその座る位置があったんですか？その、このローカルの人はこの辺とか、上手い人はこの辺とか、そういうのがあったんですか？まさに。あるよ。そう。だから、スケートスポットって、昔はね、ヒエラルキーがちゃんとあるから、今みたいにワッツアップワッツアップワッツアップみたいな選手権できないんだよ。もうプロの人たちはもう威厳が違うっていうか、はいはいはい、おーみたいな、もうなんか存在感が違うし、実力主義の社会だったから、はいはい、今みたいになんかみんなピースじゃねえっつうか、うん、バッチバチでよかったよね。そうで、大体やっぱりもういろんなスケーターが集まるパーク、まあ、プラザだよね、あそこまさに。そういう感じでどのクルーがあの辺に座ってるってのがあって、はい、その一番ヒエラルキの頂点にいる人たちは、うん、中央花壇っていう一番目立つ、一番そこに座ってられる。じゃあ何も知らずに中央花壇に座り込んだ日には、いや、もうかかと落とし、それ僕やっちゃったことあって、そう、何も知らずに、何も知らずに、うん、だから俺らなんてさ、秋葉行くと花壇の中にいたからね。いや、待ってたに。エグスさん、TSA の T シャツ着てやってたじゃないですか。そうだね、あれやってたね。俺らはさ、秋葉別にローカルじゃなかったから、中野とか新宿で滑ってたデータで、うんうんうん、たまにその秋葉にちょろっつぁんするぐらいだから、その秋葉のヒエラルキーとかもあんま理解してなくて、当時はアウェイだったから。え、江口さんはじゃあどこに座ってたんですか？ニットしてだから俺花壇の中だって中中出てくるんですよ。確かに出てくる時が気になる。で行ってまあ滑って、まあでもさ、その時森田とかと滑ってたからよく、はい、あいつがまあだからその顔広かったからさ、とりあえず全員なんつうの、もうみんな知り合いっていうかさ、その上手い人たちともだ、それで結構いろいろなんかまあなんか紹介してもらったりとかしてもらって、割とこうまあ受け入れられるって言ったら変だけど、でもしっかりね、うん、赤いナイキの GTS かなんか履いてフッテージ残してますよね。そう、あれはそうなんですよ。そう、あれのおかげでだからその秋葉にいる人みたいなイメージあったけど、うん、ほとんど行ってないっていうか、19回ぐらいしか行ってなくて、だから弟子とは会ってないんじゃないかなっていう。エグさんはちょっと見た覚えないですね。エグさんの映像で秋葉の花壇でウォーリーかなんかやってスミスのワイティアウトやってるんですけど、あ、やってるね。それは当然な、秋葉でそのウォーリーをやってる映像を多分初めて見たのがエグスさんですね、おそらく。っていうか、だからその前も言ったけど、カッコつけるわけでも何でもなくて、96年とかになんかウォーリーとかパイプで50とか、要はイーストコーストっぽい滑りをやってた人ってほとんどいなくて、俺らとか結構だから時代遅れな人たちに見られてたのよ。
あの要はスミスなんてやってんじゃねえみたいな、みんなさスイッチ取れとかやってんのにそうだからか、うん、俺たちはいなたい人たちだったのね、枠としては。だからちょっと恥ずかしいから、ウォーリーとか俺らは、まあ、かっこいいと思ってたけど、一般的にはダサいって思われてたから、夜中にコソコソ言ってやったんだよね。ダサいダサいとかじゃなくて、知らなかったっすね、もうそのそれ自体当て込むとかそういうなんか概念はあんまりなかった。あ、そうですね。その秋葉でする人たちの先輩を見て、そので映像を見て、バコンなんかボーリーしてる映像を見て、お、こんな使い方があんだっていうのを覚えてて、だからエグさん TSA の T シャツを着てる人っていう僕の中であって、いや確かに、そう、エグさん TSA ついてましたもんね。あぐらいです。そう、あれはあの単純に本当にもらってたんだよね、あの TSA を。あ、そうなんですか。あの TSA ってサンターナ、ティームサンターナの役なんだけど、そこに俺らいたから、要は全員知り合いだったわけですよ。でなんか日本に帰ってきて、なんかその代理店につないでくれて、まあこいつにちょっとサポートしてあげてみたいなこと言ってくれて、でちょっと服はもらってて、別にそのそれがストーリー。 TSA って目立つよね、やっぱ当時はね、うん、結構でっかく T シャツ書いてあったからね。そうだからレベル、ね、なんかトムペニーとかなんかビデオも出てましたね。そうで、その TSA のビデオがあるんだけど、そのトムペニーとかチャドマスカとか日本に来たんだけどさ、映像があるんだけど、まあそれちょっとアテンとか、あ、まあしてたんだけどね、その頃からやってたんですか、それも。何年やってんだっていう。そう、ガーシーじゃないまあそうだね、俺がなんか暴露チャンネルやれるんですやばいっすねいや、バズるかもしれない、うん、怖い怖い。そう、弟子がその写真雑誌とかに出るのに憧れて、ファインにこう、はい、投稿したり、秋葉のフロントノーズ投稿したりっていうのがあって、ちゃんとカメラマンにこう撮ってもらって、グラビアとしてというか出た最初のあれは何なの、最初の雑誌というか、一番最初に雑誌出たのがスラッシャージャパンの1号目ですわ。おー、いや2000年とかそのぐらい、99年とか2000年とか、どう、多分高校2年生か3年生ぐらいの時ですね。何をやってんの、どこで。カメラマンはティムです。ティムフィルダー、ティムとバレリさんが紹介してくれたのかな。ティムが銀座のね、黄色いガードレールでフロントフィーブルしてる写真を撮ってもらったんですけど、人生で初めてカメラマンさんっていう人にスケートボードの写真を撮ってもらって、そのまま、それがスラッシャージャパンの1号目に使ってもらえたんですね。ちゃんと1ページっていうか、割とデカめに。1ページっていうかもう、うん。ただ一つ、僕その頃まだ弟子じゃないんですよ大本くんなの。弟子じゃない、弟子って言われてたんですけど、うん、大本義弘なんですまだ弟子じゃないの。で、まだ浸透してない浸透してない時期で、僕その病院とか行くと必ず大友さんここまで来てくださいって言われるんですよ、病院で呼ばれるとき、うん、大友って呼ばれるんですけど、その初めて出たスラッシャージャパンの1号目のクレジット、大友義弘になってますね元じゃなくて友になってますね。だからもうそこからなんかおかしくなっちゃってですねその後が、あ、これもそうだ、トランスワールドジャパンの1号目だ、それもティムが撮ってもらって、で赤羽のハンドレールで、僕の唯一のハンドレールの写真でバックサイドファイブをしてですね。赤羽にハンドレールなんかあったか、俺それ覚えてるね、その写真が。それが人生2回目の写真。
へえ。赤羽でハンドレールどんなの？多分8段ぐらい、7段ぐらいだっかね、あれね。その時はね、まだなんか深いことをやらなっていう意識がまだあったでしょうね。なるほどね。うん、なんかやんなきゃみたいな、なんか無理やりやった感じですね、あれは。ハンドレールの写真なんてその後もだってないでしょ、多分。その次になんかいろいろスポットとか R か、ストリートの R にちょっと意識がいって、SB の、それも1号目だ、SB の1号目の日の公園でテールブロックを撮ってもらったのが3冊目なのかな。何公園？上野公園。あ、上野公園。上野公園。ああ。美術館の前でテールブロックやってた。はいはいはい。あ、その写真は僕もなんか覚えてるかも。それ覚えてるわ。そっから僕は自分の中で変わった感じがしますね。ちょっと写真を撮ることに固執していくスケートライフになっていくんですね。そのぐらいの時に、ウィールの後期の時、カメラマンさんと、スケーターがタッグを組んで特集をするっていう感があるんですよ。覚えてるよ。中村久志くんと平野太郎さんと田口悟くん、田口悟くんと伊佐夢くん、伊佐夢くん、ボードキルの伊関くんと津村さん、小関さんだ、伊関さんとその横浜のカメラマンさん、名前と忘れちゃったんですけど、それの特集がね、その後自体がそういう特集だったんですよ。もうそのカメラマンさんとスケーターがタッグを組んで特集っていうんですかね、まあ、そういうテーマ、すげえ写真俺も撮られたいってすげえ思ってね。僕の知ってる、もっと前はよくわからないですけど、僕が知る、僕が知識を持った中で、雑誌の方がすごい重要な気がするっていう、うん、若いスケーターに、なんか、これ見ろとか、このビデオ見ろとか、この雑誌見ろとかっていうのは、今、ホストがいるから、自分の中で写真を撮るっていうのが結構、映像とは全然違う感覚でいたっていうのがあって、写真を撮るっていうのは、カメラマンさんと共同作品っていう感じが映像よりは強いんですよね、僕は。映像はなんか僕はこれやるんでもうお任せしますっていう感じなんですけど、写真はなんか一緒にやりましょうよっていう感じなんですよね、感覚的に。あ、アングルとかも結構自分の中でこう指定したり希望があったりっていうのが強い。あ、最初の頃は全然そんな言える立場でもなかったんですけど、僕はこっから撮ってほしい、うん、でもカメラさんはこっから撮りたい、そうなったらじゃあ僕とりあえずこっから一回撮ってもらって、僕もう一回メイクするんで、うん、もう一回じゃあこっちから撮ってくださいっていうのを両方やる人に和田さんとかには言ってたっすね。あ、最初和田さんがこっから撮ろうとしてて、和田さんごめんなさいちょっとこっちから撮ってくださいってもう遠慮なく言ってたっすよ。伊関くんにも言ってたっすね、多分、うん、あ、映像は多分それはないっていうか、もうなんかもうお任せしますみたいな感じだったんですけど、写真に関してはそんな気持ちでやってた気がするっすね。今回星人がここにいるね、若い子も聞いてほとんど聞いてくれてないと思うんですけど、写真、日本のスケートの写真っていうか、なんかすごい大事な転換期がそのさっきのウィールのその後なんですよ、僕の中ではね。さっきさ、カメラマンとスケーターがタッグになってる特集。うん、なんとなく僕はそう感じてて。もう一回いいですか、そのカメラマンとスケータータグポンと、ね、ウィールの多分後期の特集で平野太郎くんと中村久志くんのタッグ、はい、うん、で田口悟くんと勇くんのタッグ、うん、で、ボードキルの小関さんと津村さんのタッグ、はいはいはい、で、イーさんと何度も言う
ユースケの名前忘れちゃった、あのカメラマンさんのタッグ。モリヒー、モリヒー。モリヒーさん。うん。それの、星と、それの、ファーストに、はいはい、若手に次ぐ。どうにか先輩からゲットして、それをじゃあ見てもらいたい。写真を自分が撮ってもらうっていう感覚がすごい変わると思う、多分。写真はね、多分、江口さんにいっぱい映像を撮ってもらったんですけど、映像に関しては、江口さんのもの、所有物な気がするんですよ、僕は。で、写真だと、ちょっとこれ、勝手な思い込みなんですけど、自分のものな気がするんですよ。言葉には説明できないんですけど。あ、一緒に作ったからっていうのもあるってことだよね、そういう風に。やってる作業は一緒じゃないですか。カメラマンさんに自分の写真を撮ってもらうって。動作は同じな気がするんですけど、撮ってもらったものっていう気がする、映像は。写真は一緒に刻んだものっていう気がしますね、僕は。そういうふうに思うようになったきっかけが、そのさっきのカメラマンとスケーターがタッグになった特集とかを見てから、そういうふうに変わったっていう感じ。自分の写真の中で、もうこれはベストみたいな、こう確定的にあるのよ、弟子の中で。この前の旅の話もそうだったんですけど、ベストは多分ないですけど、性格だったり、脳みその構造なのかもしれないですけど、写真を見た方がその時の状況を思い出せるんですよね。江口さん見てくれたっすか？いや、まだ見てないよ。見なさいっつって。ちょっと写真って何？自分が一番の写真っていうのは、まあ、今聞いてると分かんないってことでしょ？思い出せないってことだって。自分が見る立場になった時、写真の方が裏側を想像するしてしまう。人の写真を見るときに、これ何時ぐらいに撮ったんだろうとか、何回でメイクしたんだろうとか、スポットを見て、これすげえ怒られそうなスポットだけど大丈夫だったんかなとかっていうのを、映像だったらそこまで分かりづらいという。あれだよ、想像力の違いなんだよね。だから情報量が違うから、映像だとその想像をかきたててる部分がもうライブで分かるわけじゃん、うん、後ろに人が通ってるって。あ、江口さん、そうなんです。
そう。で、それを凝縮したのが写真、映像を凝縮したのが写真のまあ役割で、でもさっき言った話だけど、俺はその映像を撮ったらさ、よりもまあ写真っていう話だけど、多分パート作りになるとそれは違うと思うんだね。なんか一回ワンオフで撮影したのってまあ結構カジュアルにできるもんだけど、やっぱ1年とか2年かけて一緒にビデオパートをスケーターと作り込んで、いろんな苦労して駆け回されて、なんかそれは結構写真とまあ俺は匹敵すると思ってて、まあ同じぐらいのあれなんだけど、要は写真、例えばさ、ビデオパートってさ3分とかさ撮るじゃん。でも写真で例えばさ、じゃあ特集やりますって言ってさ、6枚の写真とか、まあ、集めなきゃいけないじゃん、はい、それってフルパート作ってるのと一緒なのね、結局は。うんうんうん、まあ、俺の解釈だと、はい、そう、動きが動作が少ないだけで、まあ、結局その裏には同じような苦労があって、でそれがやっぱり1枚のさ、まあ、写真に、まあ、瞬間に収まるってさ、まあ、すごい面白いっていうか、だからもうその写真とそのまあ動画のなんか、まあ、俺の中ではその全然なんかどっちがどっちってなくて、両方ともなんかまあ同じくらいまあなんか面白いんだけど、扱ってて、俺写真撮んないけどさ、編集とかしてるじゃん、うん、その企画、はい、だから写真の動き方とか、まあ、写真のその撮る面白さとかも十分理解してるし、今でもやってるんだけど、で誤解されたくないのはどっちもめちゃくちゃ大事なんですよ。写真の方が自分の写真ですね、自分の撮ってもらった写真の方が、僕は多分写真タイプのスケーターなんだなって僕は思ってて。わかる。ジャーニーの映像を見ると全部映像なんだけど、どの映像も多分写真に撮って OK なスポットっていうか、逆に言ったらこう映像でしかこう表せないラインとかは少なくて、もう、ああそうですね、はい、みたいなのの連続の映像がすごい良かったから、やっぱその写真を撮る目線でスポットを選んで、まあどのスポットでもそういう動きがをしてるっていうのが多分好みだよね、多分本当の選び方もそうだし、多分その動きが写真に合ってるんだね。っていうかまあそのあれだよね、弟子の好んでやるスポットとかトリックが映像だと伝わりづらいんだよ。その逆にそうかも。そうだってさ、例えばさ、この間のさ、新潟のさクレールあるじゃん、はいはいはい、レンガの、はいはいはい、あれ、はい、映像だと全く難しさが伝わんない、全くじゃないけど、行ったことに行ったこと、見たことある人じゃないと分かんないじゃん、あそこって。はい。はい。だとさ、もう一目瞭然じゃん。私やばすぎる。そう、うん。これおかしいでしょみたいな。重力無視してるでしょみたいな。体の形がね、そう。だそういうスポット多いじゃん。なんか、インターフェイキーでさ、オーバーバーチみたいになってるところさ、ガガガって戻ってさ、フェイキーする。あ、はいはいはい。あれ、映像だとさ、あれまあ、BP のビデオかなんかかな。ね、あれも伝わりづらいとかさ。そういうことだよね。じゃあ逆に写真だけだったらダメじゃないですか。そうなんだよ、うん、まあちょっとなんか変な話になるけど、 太陽と月って重要じゃないですか。それは映像と写真にすごい当てはまるんじゃないかなって思ってて、どっちも大事だし、今雑誌が少なくなってるってことはちょっと その比重が違うのかなって思うんですね。ちょっと浦島太郎なんで分かんないですけど、でも携帯で見るのはやっぱり映像の媒体が多いよね、基本ね、うん、インスタとかさ、ね、インスタでビデオパートとか、こう写真をまじまじ携帯で見るのは ないことはないけど、まあやっぱり雑誌の A4 ぐらいの大きさの紙で見るインパクトとは違うし、でもそうそうか、それが雑誌がこう SB が復活しようとしてたりとかっていう動きがあるらしいんですよ。そう、このタイミングなんだけど、まあ、まさに今言ってたことで、その雑誌、まあ正直今少ないじゃん。で、フォトグラファーはいっぱいいて、いい写真いっぱい撮ってるのね、スケーターも。で、それをちゃんとなんか落とし込むっていうか着地させる媒体が、まああんまないから、まあ足りてないじゃん、明らかに。で、
これが出る頃かな、ちょうど11月のケツに SB がリニューアルして、でまあなんか俺らもちょっと声かけてもらって、その年2回出るんだけど、そのまあ今回0号になるんだけど、結構その鬼スケート写真に特化してるっていうか、あの SB の0号そうリニューアルするのよこれから。でスケートショップとかに配布するようなもので、でここのとこ多分浦島だから見てなかったでしょ、あの SB、 あの結構スケートの写真、ごめんなさい、正直小沢さんいっぱいお世話になったんですけど、最近のは見てなかったです、小沢さんすみません。いいんだよ。でその結構スケートの写真が少なかったのね。それを俺ら的にはちょっとやっぱスケートを俺が関わるんだったら、もうスケートもう鬼右翼みたいなの作りたいからあのまあいきなりインタビューとかもこれからあって、一発目が京之助のインタビューなのね、ボンって特集になあって、で、まあ、他にもいろんな企画あるんだけど、割とその昔の初期の SB とかウィールとかみたいなバイブスで、まあ、出てくるから、まあ、ちょっと待っててくださいっていう、それはちょっと見てほしい。じゃあそれ楽しみですね。そうだから、その辺は俺らもう動いてるから、まあ小沢くん、まあ結局あの人ね、やっぱ本作りとかそういう企画のさ力とかさ、小関さんとかもまああそこデビューだからね、ウィールデビューだから、あと雪下だってそうだし、まあ村健とかもそうだし、遺跡もそうだし、みんなだからあの小沢くんにねチャンスもらって今こうやって活動できてるから、そう考えるとあの人の業界貢献度って超高いっていうかさ。あ、そう、あのウィールの号で僕はめちゃくちゃ影響受けてる、影響受けました。だからそれをまさに今伝えてあげたら喜ぶんだね、あの人のその SB なのね、あのまあやる気になるっていうかね、うん、ホシトさ、はい、携帯見てないでさ、あ、いやいやいやそうだから写真の重要性、写真本当俺らも理解してるからこそやってるし、そのなんか話を、はい、はい、うん、僕パッと今弟子の話を聞いてて思ったのは、やっぱ性格が出てるというか、なんかこう小説読むと想像力かきたてられて、どんな主人公の顔なんだろうなって思うけど、映画とか見れるわけじゃん。そうですね、なんか声とか映画状況、映画より小説の方が好きですね。ファンタジーとか無双化だよね多分ファンタジー、いろんなさその写真の一枚の情景からさ、自分なりの解釈でいろいろ想像をさ書き立ててさ、物語作ってさ、なんか面白いよね。でもそれってすごい今大事でさ、想像力のさ欠落っていうかさ、欠如してる人が多いからさ、なんかまあいろんな争いとかさ、まあね、あの心ないことが起きてるっていうかね。そう、まあだからいいことだよ、想像力がもう本当世界を救うみたいな話ですよね。みんな想像しよう、もっと。例えば今思ったんですけど、クイム・カルドナがトランスワールドの写真でフィラデルフィアでのすごい短い隠れ家でスイッチフロントノーズの鬼刺しをやってる、その写真があるんです。トランスワールドの映像のでも出てるんですけど、それは全然刺してないんですよ。でもその写真はめちゃくちゃかっこいいんです。だからいいんですよだからそれもあれだよね、その映像で撮ってメイクしてるのはさ結構いっぱいいっぱいだけどさ、その乗り切ったところを写真でぶっ込んだ時に一番いいのがあるとかあるじゃん、そういう場合もあるよねみたいな、そのまああとフォトメイクもあるしさ、うん、全然でもそれはありですね、うん、写真と映像は多分裏切りもいっぱいあるんですけど、それをいいってさせてるクイム・カルドナがすごいと思います。僕は映像を見て全然刺してないじゃんって思ったんですけど、写真見たらもうこれでいいんだよっていう感じなんですよね。そう思わせるスケーターがすごいですよね多分。でも逆に想像するとさ、もしかしたらさ鬼刺しでメイクしてる時にさ、あのフィルマーがさあの逆レックしててさ撮ってなかったと考えられるじゃん説明できないそんなこともあるかもしんないですよね。ね、いろんなたまたまそいつが撮ってなかった時にメイクしてるとかもあるし、うん、一発目で実は写真のだけ撮れててとかね、うん、まあちょっとテープ変えてたとかね、そういう話を例えばこう本人に会って本人からなんかその裏話とか聞けたらなおさら上げ上げだよね。そうですね、
面白いですよね。この写真1枚のことについてもなんか一晩中それつまみに飾れるみたいなさ、なんつんだろう、映像と写真って多分すごい共存し合ってるんですよ、多分スケートボードは。まあね、二大巨頭。これ今雑誌が少なくなってる、それはいろんな事情があるかもしれないんですけど、映像に傾いてる気が浦島太郎の意見です。次の回さ、なんかさ、何枚か写真をさ持ってきてさ、その思い入れのあるの、弟子が出てるやつもそうだし、海外のクイームでも、別にあのマイク・マッギルでも、それについてさ、みんなでさ、なんかさ、あの妄想で語り合おうよ。めちゃくちゃ楽しそうでしょ。やべえみたいな、これ絶対こさ、あれだ、あのなんだかんだみたいなさね、それ貼れるからね、下に写真をね。そうそうそう、そういう回があってもおもろいよね。そのこれスケートの歴史を書いた5枚みたいな写真勝手に選んで独断と偏見で。星とさ、はいはい、思い入れのある写真ある？雑誌を見て。てかいやでも俺、ま、今のタイミングだからっていうのもちょっとあるかもしれないですけど、弟子さんとあのデュエットした石川金沢のあの山の中のレールで、デスさんがバックサイスミスやってるやつ。そうそうそう、あれはすごいなんか、まああの写真がどうとかっていうか、まあ思い出がすごいありますね。こうしたらいいんじゃないとかっていう話もしながら、なんか、いやいやいや違うよ、だってそれ自分が出てるでしょ。いやまあまあそうそう、自分も出てたりとか、今までちっちゃい頃見た雑誌の写真とか。あの生まれは俺95年なんで、弟子さんがそのスケボーをやりだした、話聞いてたらスケボーやりだしたタイミングで生まれたぐらいなんで、まあ、タイムラグ的にはそのぐらいなんですけど、まあ、でも雑誌はリアルタイムで見てたのはトランスワールドジャパンとかで、なんかちょっと前にさ上井と喋ったらさあ、沖縄一緒に行きましたよ、はい、そうそうそう、あの飯島修二いるじゃん、イーちゃん世田谷の、はいはいはい、イーちゃんの写真を壁に貼ってたって言ってたね、はい、子供の頃。ああ、もう僕も そうでした、うん、でも俺らもさ、すごい昔だけどさ、やっぱさナタスとかレイバービーとかの写真貼ってたからね、やっぱ壁、はい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 、ね、スラッシャーとかさ、なんか当時の雑誌切り抜いてみたいな、うん、ありましたね。壁に貼った写真はいくつか思い出もある、うん、コストもハワーのバックサイドノーズブランドとか。映像を例えば今自分のリビングにいますけど、好きなもう いくら好きなスケーターのパートでもリビングでずっと映像流してたら多分飽きると思うんですよ。でも写真を額に飾ってるたらそれはずっと見れるんですね。それの違いって何だと思いますか？いやそれも情報量じゃない。だから江口さんが言ってた多分情報量の多さなんですよ多分。だからそのまあ今その話で言うと究極言っていい？はい、言っちゃうと、だから人知るじゃん。そしたら家は写真だからね。はい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 。映像であれ映像で流しちゃいいじゃんって話だけどね、動いてるの家はやっぱ写真なんですよみたいな。あでもなんか分かるんじゃない？究極そうだと思いますわ。究極言っちゃうとね、そうあれ動いてたらウケるけど。いやじゃあネクストジェネレーションその喋ってるのが あるかもね。そのうちなんかもう AI で生成されて、うん、家の写真撮っとこうじゃなくて家のメッセージちょっと喋っとこうみたいなね、うん、動画で動いてやる。それ一瞬をさそこに封じ込めるってなんか俺なんかフォトグラファーのなんか念写みたいなもんだと思ってるから、やっぱフォトグラファーのなんかセンスねえやつとか、まあなんかこうバイブス低いやつの写真とかやっぱ伝わんない。逆に写真はボロが出るっすよね。写真でボロが出る。だごまかし効かないよねっていう話だよね。写真を撮ってる立場じゃないんで、スケートの写真で言うと映像だったらさ、もうなんか動いててさ、違う情報と返ってきてさ、見逃せる部分とかもいっぱいあるじゃん。見落としちゃうやつとか、いい意味でも悪い意味でも。でも写真はもう無理じゃん。いや、まあ、誠だよね、ほんと。誠を写すで写真だから。鼻毛出てるんだとか分かっちゃうぐらい。まじまじと撮るとか。そうですね、なんかもう。撮るとかさ、そう無理だもんね。まあ、その流れないから、じっくり見られると。鼻毛ですか。そう、じっくり見ると鼻毛出てるなっていう。チャック開いてても分かっちゃうしね。
遠赤引きとかね、あ、うん、まあいろいろなんかそう、うん、あるよね。写真だとやっぱおすげえっていう写真じゃないと認められないというか、その辺の低い遠赤でノースライドやってる写真とかやっぱ、うん、ね、あれってなるからね、うん、映像が多分メインのありきの多分この話だと思うんです。もちろんだから、うん、その映像でパートとか作ってないやつが俺から言わせる、はい、そもそもあの写真撮ってんじゃねえよって思う時あるんだ、はい、もう映像でパート出してないやつが写真でガンガンよく雑誌とか出てて、なんか名前打ってたけど誰こいつみたいな、お前どういう動きすんのっていう話で、で写真の面白いとこってもっと言っちゃうと、じゃあ例えばさ、そのさっきポストンのバックサイドノーズブラントの写真をさ最初に雑誌で見て見るじゃん、幅の。でもコストどういう人かみんな知ってるじゃん、はい、だからこの人はこういう動き方でこのスピードでこうやってあえてこうやってメイクしてるんだなっていうのをさ想像できて、それが楽しいっていうかさ、うんうん、まあでも写真だけしか見たことないやつがたまに出てきてこいつどんだけのスピードでどういう風に入ってんだろうみたいなハッてたやつ結構2000年代頭にいっぱいいて、あ、そうで最終的に映像も出てこないで結構フェードアウトしたやついっぱいいるから一体あいつら何だったんだっていうさやつもいっぱいあるからね、幻みたいなね。だ映像がやっぱでその立証してある程度考えると写真が生きてくるって俺はすごい思ってて、でもたまにこの間の続きじゃないけど、なんかマニアック選手権じゃないけどさ、そのまあなんつうの動きがさ写真見てさ想像できない、まあなんかもうその後すぐ止まっちゃってるでしょみたいなとかは、うん、あんまり俺は好きじゃないかなみたいな、うん、やっぱその写真を見てなんか映像化っていうか視覚化するじゃん自分で、それでやっぱ動きがさ、はい、クールなものがなんかいいなっていうかさ、まあ変な話写真フォトメイクってあるじゃん、そのいっぱいいっぱい実はメイクしててもそのピークのとこは超かっこいいとかって、実はさあのね、降りてあのヘッドスライディングしてるとかもあるかもしれないじゃん写真だけで言ってはいはいはい、それありますね、はい、そういうなんかあのチョンボもたまにあるから、まあまあいろいろ本当やっぱり俺は映像でなんかこう保管できてる人がいいなみたいな、まあしかも大体なんつうの、あの写真の方が早いっていうか、雑誌とかだと写真の方が先に出てきて、でその人のパートで、ああの時の写真のあのシーンだみたいなのが後から出てくるから、やっぱこう答え合わせするみたいな意味では両方あるとね、いいよね。両方あるのがいいかもしれないね。雑誌の方が出てくるのが早いね。まあね、結構その写真が出た1年後とかにその人のパートでその時のシーンが出てきたりもするから。でも逆にさ、写真とかでさ、すんごいのさ出てきてさ、あの表紙になったりとかしてさ、最終的に映像出ないやつとかあるからね。あれ何どういうことみたいな。してないんじゃないかみたいな疑惑のやつも2000年代は結構あったよ。その表紙レベルでも結構メイクしてないみたいなのはよくあの外人のインタビューでも言ってるね。ラインクラブとか見てると あれ面白いんだよね。そうだよね、結局動画あったら絶対出してるもんねみたいな、うん、そうだね、どっかしらで見れるはずですけどね、うん、まあでもそれ雑誌ありきだから、まあ、今後の SB に期待というのもあるし、他にもなんか写真雑誌がねできるっていう噂がちらほらあるんで楽しみ。あ、本当ですか。そうです、弟子が活躍できる場所まだあるよ。あ、本当ですか。ちょっとそれも分かんないですけど、なんかちょっと本当に生意気なこと言って申し訳ないかもしれないですけど、大丈夫ない？もうさっきと同じこと言うて、写真と映像が調和したらすごくいいんじゃないかなって思います。ね、VHS マグもいろんな意味でそのシーンがどっちも偏っちゃ多分いけないんじゃないかなって、うん、それ以外に写真と雑誌以外になんか あと大会とかいろんなのもあるのか。でも僕はそこは分からないところが、ね、写真と映像って感じでしょ。うん、やっぱりそういう意味ではなんかその仕事は選ばなきゃダメだねっていつも思うね。仕事は選ばなきゃダメ、そのスケーターが何でも取られるんじゃなくて、ね、そうそう、うんうん、
でもやっぱり一流は一流でやっぱそういう動きしてるよね。結局まあコストンとかやっぱね、まあ例えばコストンだけどさ、うんね、やっぱアティバーとかに取られるとかね、まあ、いろいろあるよね、うん、やっぱちゃんと選んでるよね、あの人絶対仕事っていうか、うん、まあそうだね、うん、その取られる人によって出る場所も違ったりもするから、うん、どういうふうに、まあ、それこそ弟子の言ってた一緒に作り上げるみたいのをちゃんと一流はやってるってことだよね。ちょっとだいぶ酒が回ってきたんでちょっとベロリン、まあちょっとじゃあ受ける話してよ、なんかハードル高い受ける話シンプルで一番、いやだから撮影してて、写真の撮影しててなんかあのフォトグラファーと殴り合いになったとかさ、なんかそういう話ないのさっきボットで言ったのかな、僕ねカメラマンさんと写真撮ってくれる人、ここで撮ってくれっていうはっきり言うんですよ。アングルってこと？アングル、僕はここで撮ってくれ、あ、その若い時じゃない時ですけど、でそれで、あ、何が言いたいんかな、わかんない、別に殴られ、伊勢くんに殴られることもないですし、あーでも一回小関さんに頭突きされたことあるかな、わかんないですけど嘘、その飲みの場で、あ飲みの場であるんですけど、アンクルで、うん、こっちで撮るってふざけんなってなってそれだったらやばい安全運転しすぎじゃない、せめてなくない安全運転、はいはいはい、あの子がなんか遠隔操作されてるよ俺らちょっといや IKB 時代のさ、あのうずうずしないの、あの DNA がなんかふつふつと、こうね、丸く収まっちゃいけねえみたいな、ちょっとパンクス的なのぶっ込まないと。あのね、前回江口さんから声かけてくれたじゃないですか、そのシャラッパ・アンダースケート一作目って言った一回目一作目今すごい自分の中でスケートボードに意識がすごい行ったっすわ。いいこと、それが狙いだから、だからまんまと引っかかったんだよそう、だから単細胞もうね、こういう単細胞、そうなんですよ、だけ食いついてくるっていうのは分かったから、スケートボードするまではまだ行ってないですね、まだ行ってないっていうかこれさ、もうあのシャラップ&スケートっていう番組なんで、もうグラグラ喋ってないでスケボーしろっていう話なんで、スケートしろって話だし、ただ情報はもう来てるよ、あなたこっち CIA だからね、CIA な、何ですか、こっそり撮影行こうなんてバレてますよ、撮影行こう、誰に、あ、本当ですか、うん、本当、うん、おすすめのスポットあります、はい、え、なんか出てんのそれ、あ、出てないです、バージ、バージただ、ホストが来週か再来週、なんか地元に帰るって聞いてるんで。お、はい、魚沼に、新潟。お、じゃあそこでなんかセッションできたらなと。そうですね。口だけで言っときます。はい。そう、ね、バレてますよ。はい、川新作来るっすよ。お、なんか動きがあるんじゃないですか、じゃあ。楽しみにしてます。ホスト、なんか、うん、夢を言ってよ、いや。やめてください、そんな。次は何をするの？次は。パートは？パート、そうっすね。パートは必要ですね。いつできるの？そうっすね。まあ、東京いる間に。これからずっといるでしょ、だって、うん、そうっすね、まあいや、うん、いつまでいるかは分かんないですけど、そうですよ、まあ、僕みたいな何もない人は言えないんで、弟子みたいなパートがいっぱいある人に言われたらやるしかないからね、そうですねまあ何らかの話です、今10、11、じゃあ今年中いや今 10月末の方ですよ、うん、まあじゃあそうですね、できるか、分かった、SB の、締め切りが、あ、11月末に出るのね、SB って。
はい、ゼロ号っていうかさ、リニューアル号が、であと撮影期間がおそらくまだもうちょいあるじゃん。11月末ってことは11月頭までは撮れるじゃん。うーん、渾身の1枚をホストが残す。そのフォトグラファーは誰か知らないけど、それは写真ってことですよね。それはどう、あのひとまずあの次のシャラップまでに、まあ、撮影写真を撮るっていう。それ写真ですよね。写真でよかったら、まあ、あれだよね、あの採用されるっていう、まあ、カバー候補。ホストそれいいじゃん。はい。ホストゴール設定だよ。ゴール設定だから、それその写真をバードが撮るっていう。やばい。エグスさんめちゃくちゃにやけてますよ。いや笑うとこじゃないでしょ。あの中村久志くんと雪久くんが笑ってますよ。バード覚えてる、ね、覚えてますよ、もちろん。なんすかバードって。バードってやばい女がいて、フォトグラファーで、そう、一時期さすごいんだよ、あの頭が超ボンバってて、あ、そのバード、そう、あのバードだから、バードだよね。そうっす、鳥の巣みたいだったから。あ、そうなの。あのなんか多分なんかおミーシャみたいな、だバード、女の子バードいた、うん、でそれに似てるかもね。いや、バード顔は絶対似てない、まあ、顔つがなんか髪型、うんうん、でバードってさ結構インパクトあったじゃん。はいはいはい。バードと撮影した？僕は撮影面識あるんですけど、面識っていうか見たことあるんですけど、ただそれもウィールの話になるんですけど、うん、中村久志くんがまたゴミ箱で、うん、フリップをで超えてるめちゃくちゃ鬼刺しの写真があるんですよ、うん、バードさんが撮った写真で、多分ねウィリーに絶対あるんですけど、あれがエグさんどうにか見てもらいたい。いや俺覚えてるよ、それ知ってるよ。だってあの知ってるっすか、編集してたじゃん俺も。あ、本当っすか。あれあのモノクロでしょ、確かモノクロ。あ、本当っす。あれね、あれがね、なんかそのまあいわゆるマニアックな、マニアックって言ったらちょっとあれですけど、のスケーターたちがおってなった写真だと思うんですよね、うん、なんだろう、それね、ちょっと見てもらいたいんですよね。だ覚えてる覚えてる、うん、そのまあ、うん、ちょっと言葉がね、ちょっと正しいか、いわゆるそのなんか スキルとか、スケート始めた時にビデオ見ても上手くなりたいとかって思ってたんですけど、いろんな東西南北とかミックステープを見出して、お、なんかなんだこのスケートシーンもあるんだっていうのに中学生の時に気がつき始めて、でその時にウィールの久志くんのゴミ箱を飛ぶフリップの写真を見た時に、えって思ったんですよ。でそっからさっきのウィールのタックの特集につながるんですけど、で前回のまあ自分のシャラップ&スケートで細田大輝にすごい影響を受けたって言ったんですけど、多分原点は多分中村久志くんですね、僕多分、おそらく。その写真とか映像とか表現をするっていう、まあそこをもっとたどれば池袋のスケーターの師匠だったり、高橋くんだったり、もう池袋のめちゃくちゃやばい人たちが原点ではあるんですけど、表現をするっていうのの一番衝撃受けたのが多分中村久志くんが通った道のちょっとずるくよそ道を行ったって感じですね、僕は多分、おそらく。スタイル違うけどね。まあでもあのなんかね、言ってる意味わかるよ。あの当時のその久志のあれって多分さ、あのフリップの写真ってさ、
あいつなりのアンサーだったんだよね、多分ね。うん。このさ、結構さ、やっぱ、まあ、主流ではない感じだったじゃん。もう、そうですね。全然、なんか、全然違ったっすね。でも、あの、確かにあの頃さ、ゴミ箱さ、あんなフリップで越えれんのさ、まあ、数えるぐらいしかいなかったから、インパクトはあったね。まあ、バード、ね、なんか、そこは多分、久しくんも多分、すごい大げさにやってるんですよ、多分。まあ、スタイルをね、結構。スタイルを、わざとつけてるっていうのもわかるんですけど、多分ね、その情熱を超えてるから伝わる。ただ人の真似をするっていうのは簡単ですけど、それ、なんつうんだろう。情熱を超えてるんですよね、多分。久しくんの場合は。伝わった。一枚の写真から、バードのフィルター通して。それバード残したってことは、このあれだね、スケート業界に一石を投じたってことだね。その写真ちょっとみんな見てもらいたいな。ゴミ箱を飛んでるフリップの写真なんですけど、いやそれめちゃくちゃかっこいいんですよ。あれそれウィールだよね。そうだね、バードってウィールだもんな。そう、 SB ウィールだと思いますね。そう、あいつかしたらマンチーズにあるかもしれないから、昔のやつやばい。なんかあいつバードんち泊まってたよね、よくね。メイクしたんじゃないか。そうなんですか。いや、知らないですよ。やっぱりだってさ、一回さ、あのバードが、旧山手と、あと、246のとこにさ、まあ、南平台ってとこにさ、デニーズじゃない対角線逆側の方にさ、昔 ANPM があったんだけど、今、ローソンかなんかわかんないけど、その裏ぐらいに、一回迎えに行ったの、がバードんち泊まってるっつって。で、中入ったらさ、めちゃくちゃ磁場が悪いとこで、もう日当たり悪くて、ジメジメしてて、なんか時計とか壊れちゃって、なんだここみたいな、絶対あそこ時間軸おかしいみたいなとこに住んでて、バード。いや、怖くなっちゃって。で、俺だけじゃないんだよ。何人かでそこ迎えに行って、そいつもなんか、携帯はその時なかったかもしれないけど、なんか具合悪くなっちゃったりして、そう、一瞬迎えに行っただけなのに。そんなとこに泊まってた。そうそう、すごい家だったんだね。まあ、バードいろんな意味でインパクトあって。どこ行っちゃったんだね、今ね。いや、聞いてたら怖いんだ、みたいな。俺、刺されるから。そうそう。シャラップも、これから、テレフォンショッキング方式にするから。バード探せって。あ、本当ですか。終わらないと、そう、次に。そう、まあ、次につなげない。次につなげないと、もうずっと弟子だから。僕、なんか話を途切れさせて申し訳ないですけど、バードさんとユリさんの話出たっすね。まあ、ニューヨークつながりっていうかね。まあ、そう、ね。もう、大くんと、久志くんとか、かなり関わってる人ですよね。ユリさん、すごい思い出したっすね。ユリさん何やってんですかね。今、ユリちゃん、あれだよ、外国人と結婚して、なんつうの、山登りのさ、もうちょっとさ、ハーコーのやつ、なんつうの、なんかとりあえずそんな感じ、ああいうさ、グランドキャニオンとかまで行かないけど、イエローストーンとかわかんないけど、なんか結構、クライミングっていう感じですかね。攻めてるっぽいよ、確か。ウィールと SB、の間にゆりさんがすごい関わってたんですよね、多分。関わってたね、結構。まあその時、まあフォトグラファーもね、5人ぐらいしかいい人いなかったけどねっていうのもあったし。少ないですよ、やっぱ。うん、まあ、割と少ない、あの頃はね、うん、撮ってもらえるタイミングだから少ないからね。まあちょっと写真はね、本当星人くんもいっぱい残してほしい。まあちょっと1枚やばいの撮んないと、スポットをまず探して、はい、なんかわかんないけどさ、そうですね、うん、すごいヤクザビルの前で撮るとかさ、なんかインパクトあるのやった方がいいんじゃない。それなかなか伝わらないインパクト、うん、いやいいよ、ヤクザビルが歌舞伎町にあるから、ライオンズマンション、あそこに入り口に結構やばい幅があるから、はい、あれ行ったら超多分プロップス上がるよ、ね、まあなんかでも情報を凝縮した1枚、うんうん、なんかできたらいいかな。まあゴールを。星田さ、はい。
だってそっち住んでて、なんか、スポット、あるでしょ？あ、まあ、東京やっぱスポット。気になってると思う。あ、まあ、ちょいちょい。ちょいちょいって何？いやいや、まあまあまあ、その。わかった。こうしよう。弟子がやったスポットにアンサーで被せる。これさ、弟子がさ、いろんなとこでやってたけどさ、やっぱあの上野公園のさ、あのレールにさ、あの R からフロントノーズかけて戻る、あれ伊勢くんが撮ったやつあるじゃん。あー、エグさんにもちょっと映像撮ってもらったんかな、わかんないですけど。うん、あれ結局使わなかったんだよ。多分着地もちょっとバラーンってなって。まあとにかくあれ結構すごいじゃん。今もあるのよ、あの場所って。この人グーフィーか。そう、だからアンサーなんか。なんか。上の声に R が石で R になってるさ、美術館の前のスポットあるじゃん。わかった、はい、はい、うん。そこにまあ、はい、ハンドレール、花屋の前にハンドレールがあって、それをこうバカバカってかけて戻るやつをさ、はい、あの、弟子写真で、あれ何の雑誌で出たの？ウィールだっけ？ SB だっけ？フロントはスケートアーカイブで映像で出て、映像、うん、伊勢くんに、伊勢くん写真持ってるさ、多分、バックサイドは。うん、あれ、なんか、何やったんだっけ、もうなんか本数当て込んで戻す感じだよね。そうっすね、フロントもバックサイドもやってます。あとロックノードもやってんのかな。上野公園のさ、テールブロックから始まってるじゃん、そのさっきの太郎くん。上野公園のスポットがめちゃくちゃ好きなんです。そうだ、あれまだあるから。でクラシックスポットじゃん、あの大先輩ね、サルーダさんとかもみんなね、マンさんとかもやってた。俺こそファインで、ジェシー君がファインでバックサイドディザスターやってる白黒の写真がありましたね。いやー、歴史だよ歴史。あそこは歴史がもう詰まってんだよ。そこに、そう、ぶっこんでほしいっていうか。まあ、締めの方向には向かうんですけど、今日もあれですか、言い残したことはないですか？聞きましょう。カモンメン、カモンよ。もしと、はい。もしとはそろそろ帰んなきゃいけない時間。これちょっともうちょっとで終電が。江口さん、文字具も言ってくれたから、上野公園で何か写真を残してくれ。わかりました。おお、残します。約束が生まれた。ちなみにさ、あの上野公園のさ、写真どれでもいいんだけどさ、あれは遺跡が1個撮ったのと、あと誰が撮ったの？別々？いや、あ、上野公園で、まあ、テールブロックは太郎くんが撮ったのは知ってるけど、あの、はい、ハンドレールでなんかノーズかけてんのは伊勢くん撮ったじゃん。はい。あと、他にも誰かが撮ってんの？和田くんとかわかんないけど、雪下とか。伊勢くんが、フロント、バックサイドロック。をかけて降りたのをヒドゥンマガジンの東京特集で写真が多分出てるっすね。ああ、そうか、うん、思い出してきた。確かに他は誰か撮ってるじゃん。で、江口さんが映像で撮ってくれたバックサイドのノーズバッシュみたいなのは写真は伊勢くんは撮ってくれてるんですけど、多分世には出てないっすね。多分なんかさ、その写真どっちでもいいからさ、伊勢キットパークからさ、ゲットして、扉に。伊勢君あるんじゃないですかね。ね、多分、着地が怪しくて、一応メイクしてるんですけど、でも、江口さんのなんか、ショートムービーみたいなのにちょっと乗ってた気がするっすね、それは。ちょっと俺も掘ってみるけど、でも写真ちょっと必要だから、まあ今回写真なんか。写真。伊勢くんと僕喋りたいっすね。だからあれだよ、ショートメールしなよ。最近俺の LINE、 あのショートメール無視するから。そうなんや。既読する。東京から金沢に移り住む間の時に伊勢くんにも毎週水曜日に朝、僕仕事が水曜日休みだったんですけど、朝午前中だけ撮影行くっていうのをずっと続けてて、それの取りだめた特集が SB の
小沢さんがすごい使ってくれた特集があるっていうのを思い出したんですか。いや覚えてるよ、あの日本橋でバックリップやってる、ワントゥテンだっけ。あの時代は僕はもう池袋も行かなくなって、スケートっていうかみんなとも会わなくなったんですけど、伊勢くんとだけ動いてた時期なんですよ。あれ密会してたんですよね。なんかあのジマくん、前この前言ってたチーム日曜日の話じゃないですけど、伊勢くんとはチーム水曜日っつって朝9時から集合してやってたっすね、多分。まあそう、それがね、写真集になってたもんね。ヒドゥンから出したやつね。ワントゥテンみたいなじゃない？違ったっけ？だね。でさ、絶対そうだよ。覚えてるよ。僕もその日本橋のバックリップで弟子特集みたいなのがあったのを覚えてる。そう。伊勢くんの写真集にも表紙にしてくれたんですかね、多分。そう、絶対そうだよ。あの時代は伊勢くんと、伊勢くんとだけ動いてた時期がありました。はい。いいね、チーム水曜日ね。まあでもそのコンセプトでまたなんかね、今のさ、活躍してるあのフォトグラファーでね、SB とかできたらいいね、来年とかで。新しいさ、その、例えばね、新作とかさ、わかんないけど、やってくれよかわかんないけど、ね、まあでもそれがバードとかさ、バード引っ張り出しましょうよ、うん、ちゃんとそれが VHS のウェブのコンテンツとなんかこう連動して一緒に見れたらいいじゃないですか。ねえ、やりたい、お願いします、お願いします。ね、口だけになってるんですけど、やりたい気持ちはあります。はい、いいことです、いいことです、やりましょう。スポットシークからお願いします。星野くん、はい後輩攻めに逃げるのよ。もし、あ、そうですね。でも、もしと、でも、多分めちゃくちゃありがたい環境に今いるからな。それをめっちゃ活用した方がいい、多分。はい。ね、本当にそうだと思います。もうなんか江口さんにもジマさんにも。もっと、もう明日にでも取りに行きましょうって。今、何もないけど予約した方がいい、多分。あ、でも その前回で、そのスポット見つけたら即連絡して、もう自分を追い込んでたっていう話。あ、うん、聞いてたよ、俺。あ、聞いたんだね。あ、本当、ありがとう。うん、いや、それが本当に、そうだなって思って。やっぱ結局、その、いいスポット見つけても、実際に撮影に至るまで、その自分を追い込まないと、うんうんうん、その成立っていうか実現しないなっていうのは本当によくあることっていうのはすごい。なんかあのね、多分ね、やろ、じゃあ次やろうって思ったら絶対やらないんだよ、多分。そうですね、そう、普通のっていうか、うん、なんだろう、もうクリパーさんのスケーターはそれができるかもしれないけど、うちらみたいな凡人のスケーターはね、それをやらないとね、一歩上行けないんだよ、多分。だからもうありがたい環境にいるから、なんなら今俺のこともっと取れって言えって。むしろ俺が誘ってるからね。いやいや、そっかそっか、エグさんめちゃくちゃ寂しがり屋だからね。先週3回断られたから。いやー、なんかどうこうどうこうみたいな。膝痛いって絶対嘘ついてたから。まあじゃあ弟子は次の来月のシャラップの収録はもうページャーでやろう。お、ね、生出演ですよ。お願い、ガーシアスです。うん、もう遠隔だと途切れちゃうから。うちの親が今イルマに住んでるんですよ。イルマティックブダスタイルだ。イルマティックイルマティックイルマなんですよ。で西武池袋線、分かった。じゃあ西武池袋線のイルマティックぐらいだったら俺ら行くよ。ドトールでやればいいじゃん、ドトールで。あなたが好きなイルマの貴重な機会をありがとうございます。なんかすごい
エグさんがなんかこの前言ってくれ、なんかもうリハビリ感覚でいいよって言ってくれたのがすごい気が楽になって。いや、リハビリでいいでしょ。だってみんなあれですよ、 PTSD ですよ基本。これ俺だってそうだよ、本当。ああ、そうですか。もうみんなでもうごくごく行きましょう。いや、普通だね。ね、昔話して。そう。まあでも未来だからね。よしは今後、まあ雑誌が日本にね、この日本に雑誌が増えるっていうタイミングだから、写真そんなに好きだっていうのはやっぱね、また。写真にお願いしますよ。それマジでフォトグラファーとか、あとまあその編集者とか、今さっき小沢君とか超喜ぶと思うよ。みんな勘ぐっちゃってさ、そう、すぐ勘ぐるじゃん、スケーター。スケーターじゃない人も。だから、弟子のまあ声にね、救われてる人もいるかもしれないから、ちょっと次回も、あの、イルマでやりましょう。イルマティック。そうですか、イルマか。はい。早く帰ってこいって、たまにはって、ね、孫連れてみたいになんないの？そう、あ、それはね、イルマまでは車で定期的に行ってるんですけど、全然いいじゃん。俺らも東京までは行ってないんですよ。前回言ったそのXさんを50人でボコボコにするっていうのを、うん、それやりに来て。イルマのアウトレットでしますか。何しよう。でもなんかみんなにはすごい会いたいっすわ。うん、前も言ったんですけど、会いたいです。はい。わざっくんも沖縄行っちゃってるしさ。そう、 あの後それが機会で和田くんにその写真をよこせ欲しいって言って和田さんと電話したんですよ、5年ぶりぐらいに。変わってなかったし。もう全然変わってなかったですね。すごい良かったですね。僕がそのミールでもし万が一特集をさせてくれるってなった時は和田さんと特集を組みたいですね。うん、コンビのやつがあったらね。いや、そうじゃない、この妄想ですけど、ね、和田さん勃起しちゃうよそれ。多分和田さんこういうの聞かないんで、多分聞いてくれてると思うよ。あの本当ですか。この間の放送勉強してるから聞いてるよ。いや、この間の放送一応弟子が出て和田さんの話も出てたよっつって LINE でリンクペット送ったらノーコメントで、そうですよね、そういう話してきた。なんか違う話なんだっけな。あ、そう、四季くんち作ってる動画見たけどモリラ動き軽くねって言ってた。弟子のあの鶴のとあ、もうそれでいいと思います。、うん、いやでも本当はチーム日曜日でナイスコンビ。でもそれ本気でさやろうとしたらさできるからね。来年のだからあの SB にの秋、今回じゃなくて来年に向けてもうあれだよね、和田っぷくんが新潟に行くのか、うん、弟子が沖縄に行くのか、そう沖縄に行くのか、まあこっちでリンクするのか、うん、やっちゃいましょうね。いい企画だよ。僕もう一つ叶えたい夢があって、スケートボードで。おう。一冊弟子の雑誌を作りたいんです。だからこれやればいいんだよ、月刊弟子。あ、エグさんすごい、グラドリが月刊なんちゃらってあったじゃないですか。あれを見て俺これ乗りてえなって思ったんですよね。今まで撮ってくれたカメラマンさんに全部自分の写真を持ってるかどうか知らないんですけど、あるでしょ絶対。いや、ないはずない、そんなフォトグラファーいねえだろ。そうなんですかね。いや、全部残してるって。古い雑誌あの写真もそうだけど、 NOW の写真がなかったら成立しないからね。そう、だからそれだったらただの弟子の思い出になるからダメなんだよ。やっぱり、あ、なるほど、俺は最前線でやってんぞっていうのを見せなきゃいけないから、とりあえずあのチャイニーズオーリーなんとかしないと。そうですね、オーリー、ルーチ、はい、いやいや、ホスト、もう そんなことじゃなくて上の声でやれって。上の声、上の声、上の声は今からやりに行くからもう行くって。はい、ちょっと行ってきます、上の声、ね、でさ、ちょっと上の声行ってきます。はい、コラムと絡めてなんか自分の雑誌を作りたいって思ってるんですよ。
自分の雑誌っていうかもう一つなんですけど、アーカイブみたいなね、うん、写真と文章を絡めたなんか やりたいと思ってるっていうか、ノートにね、あ書いてるっすね、あ書いてるって言ったらちょっとあれですけど、だからこれをやればいいのよ、月刊弟子っていうので、弟子の今までの写真と現在のと、あと今まで書いたコラムの、まあ、厳選したもの、写真もそうだけど全部厳選したと一緒にして、はい、で撮った映像も厳選して、あのエスパートみたいな映像か PP に付属でつけて、まとめるってと、で、天下とかと一緒についていけるみたいな。もう何でもいいです。もうなんか何でもよくないでしょ。そうだったらもう表紙のドアップの顔で行きましょうよ。もうクレームがやばい。それ弟子になんない。まあだから超弟子がなんかあの艶っぽいの写真もさ、グラビアで撮ってさ、それあそれ305で行こうよ。305で出た。もう山さんも呼んで、そうだって弟子と俺の出会いは305だよ。あそっか、いや本当にそうかも。弟子と出会ったのは俺が一番最初の覚えてるのは305だからね。そっか、さんと出会ったの305っすか。結構奇跡ですよ。なんか俺がさ、あの時さ、部屋何個かに分かれてたじゃん。弟子が入ってきて、で、3人に なっちゃったじゃん、なぜか。で、弟子が俺に、あれなんだよ、俺は覚えてんだけど、いや、先輩先どうぞっつって譲ってくれて、なんて律儀な子なんだっていう、い IKB クソ野郎ばっかだったけど、こいつはいいやつだっていうので、ね、そう、これが出会いなんだよ。覚えてるでしょ。俺、めちゃくちゃ覚えてて、あの日、2部屋取ってるんですよ、多分。いや、そうだよ、うん、で、もう1部屋はもう超絶カオスになってるんですよ、うん、で、もう1部屋はね、なんかいて、で、僕も正直もう行きたい気持ちもあって、俺ね、思い出した。まあざっくり言うと、僕、江口さんの後です。あ、そうだよ。そう、だから、俺はあの時、どういう流れか忘れたけど、俺はあいつらの部屋から引き離して、なんとか数人で、部屋に、別にそう、で、鍵を閉めて、入ってこれないくして、確か弟子だけはもうしょうがなかったんだよ。あの締め出せなくて、もう仕方ないみたいな状況だ。いいやつよかったっすね。先輩そうやつ、こいつ誰だか分かんねえけど、もうしょうがねえみたいな。あ、そうか、初対面ほぼ初対面。そっか、だから隣の部屋は江口さんの独壇場だったんですね。そう、だから切り離したんだよ、うまく。その邪魔されたくないから。なるほどね。だけど弟子だけはどうしてももう 先にいたかなんかでどうしようもなくて、もうやばい、もういいやって閉めちゃってっていう話だったんだよね。そこも、それは覚えてる。で、その後なんかその、なんかバレてっていうか、ホテルの従業員からバレて、みんなでダダダって逃げたっすよね。あの、そう、窓から逃げたね、俺は。窓から逃げた。そうそうそう。お前ら、何人入ってんだって。多分、20人くらいって。写真に影響を受けたっていうことに関しては多分もう全然言い切れてないです、多分。あれ3回目ある、まあ、3回目だから、次は写真を持ってきて、それについてみんなでうんちく語りましょう。その5枚みんな1枚ずつ持ち寄ってきてそれに対して江口さんがなんか写真も大事だけど、その裏側もあってこそみたいなことを多分言ってたんですよ。で、写真に対してスラップマガジンの表紙でリッキー・オーヤラがもうなんか影のシルエットだけの表紙があるんですよ。持ってますよ。持ってますよ。さすが96年の多分
メイ州とかだった気がする。すげえ。持ってるから。もう多分知らない人が見たらただの影のプッシュしてるおじさんみたいな表紙なんですよ。リッキー・オイラーを知ってる人はもうそれに衝撃を受けるわけじゃないですか。でも知らない人は、ああなんかスケボーしてるおっさんの影のシルエットってなるですよね。それが多分写真の凄さなのかなって。そう、その裏側はすごい写真だってことでしょ。だからあの写真がもうあのシルエットがもうアンサーであり、要は説得力なんでね。だからもう彼がリッキー・オイラーがどんだけのパート出してるかっていうのをさ、みんな知って、はいはいはい、あの人マックスの時じゃん、全盛期じゃん、96年とか96年、はいはい、フィリーとサンフランシスコ、サンフランシスコにもう行った特集ですよね、多分。で、要はフィリーとかで散々やって、まあ、サンフランシスコに乗り込んで、多分ゲーブ・モフォーとかなんかとね、まあ、誰だか分かんないけど、ランス・デールかな、フォトグラファー、まあまあ、アンサー出した特集の一周で、あれは俺も多分最高のカバーだと思ってるね、スケート史上最高のカバーこと。エグさん、本当っすか？めっちゃ嬉しいっす。いやいや、あれマジだった。俺も今でも持ってて、すっげえ雑誌の仕事とかいっぱいしたから、いろんなのあってさ、全部、まあ、引っ越しのたんびにさ、やっぱどうし断捨離するじゃん。まあそうっすね。でもこうやっぱ何冊か残してんのよ。それがの一冊がやっぱあのスラップで、リッキーの特集で、もう最高の表紙だよね、あれが。もう何よりもその雄弁にスケートボードのなんかエッセンスを語ってるの、あれに凝縮されてるから。写真ってそういう力があるっていうことだよね。でもそれってその動画とか彼のやってきた生き様とか、それが全部あの背景に見えるからさ、俺ら、はい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 、だからフレームの外に何があるかっていうのが超大事で、あ、はい、これが写真の強さだよね。いや、ナムセエグさん、ありがとうございます。もう僕が言いたかったのをもう一瞬で言ってくれました。いいっすか、じゃあいいっすか、これでじゃあ閉めて美味しいとこ持ってっていいっすか。はい、もうまた1ヶ月後だから次。まあ写真が好きですっていうことを言いたいっていうことです。はい、伝わったよ、伝わった。はい、聞いてる人もすげえ伝わったと思うだし、まあ、もし知らなかったら弟子の今までの写真を見て、そのスポットに行ってみてくださいって感じよ。サラップ&スケートエピソード55、今回のゲストはおかわりっつぁんの、今日はトイレからじゃなく自宅のオレンジの壁をバックにしたリビングからお届けの弟子さん。そろそろ忙しくて社員に昇格気味のインターンケイさん、一番で送り届けさせてもらいました。ポストは帰っちゃったんだね。また来月、 See you next month。 お疲れ様でした。ありがとうございます。マジカルマッシュミズフィット。なんでミズフィットって言った。